保守本流を象徴する、富岡八幡宮の出羽の海一門友愛秀和会一門は、大相撲の一門の一つ。大相撲の保守本流的存在。明治末期から、大正時代に活躍した横綱、日立山の古代出羽の海が一門の海祖である。かつては規立、統制が厳しい一門で、出羽の海部屋には長年にわたり、分岐独立を許さずという不分立があり。 1919年に横綱、栃木山が2枚観察で春日野部屋を創設して独立したことが唯一の例外であった。1946年、大阪相撲の流れを組む三保が関部屋の閉鎖時に力士を預かった縁で、1950年の三保が関部屋最高以降は三夜体制で固定される。1967年、11代90が独立を、 木とした際には一門から破門されている。1981年に出羽の海部屋から14代、武蔵川が分家独立して武蔵川部屋を創設したのを境に、金が解かれ、独立が相次いだ。日本相撲協会の歴代理事長として、力士ではなかった初代を除く12代11人のうち、これまでに、出羽の海秀光、武蔵川木、春日野清高、 出羽の海里高氏北の海敏満、武蔵川秋秀の7代6人が、出羽の海一門所属である。このことから出羽の海一門は、相撲界随一の名門とされている。出羽の海一門からの選出理事は3人で、2020年の理事候補選挙では13代境川、11代、春日の11代、出羽の海の3名が、副理事には18代藤島が選出されている。 ありがとうございます。